シカゴ科学産業博物館シカゴ科学産業博物館はアメリカ合衆国入りの異衆シ,シカゴにある博物館ミシガン湖の近くシカゴ南部のハイドパーク地区にあるジャクソンパーク内に所在建物は1893年開催のシカゴ万国博覧会においてパレスオブファインアーツとして使われたものであるジュリアス・ローゼンウルドからの寄贈をもとに 1933年のシカゴ・バンク博覧会期間中に開館した。多種多様な展示物には、炭鉱第二次世界大戦中に露隔された、ドイツの潜水艦 U-505、ボーイング727、330平米の鉄道模型、流線型の高速列車、パイオニア・ゼファー、NASA のアポロ8号計画で使われた宇宙船などがある。 2007年の入場者数は、シカゴの文化施設の中で2番目。1998年以来、館長は、デビッド・モセナが務める。1893年開催のシカゴ、万国博覧会における、パレス・オブ・ファイン・アーツは、チャールズ・アトウッド設計で、絵画や彫刻といった、美術品の展示場として使われた。銅万博は白く塗られた。 古典建築の建物から、ホワイトシティの愛称がついていたが、そのほとんどが木造を小石膏で覆った作りだった。中、パレス・オブ・ファイン・アーツはそれら他の建物と異なり、漆喰塗りのレンガ作りだった。そのため、万博終了後の大火じで、ほとんどの建物は消失したが、この建物だけは、無事だった。同建物は、万博終了後当初は、コロンブス博物館として使用。 これが、後のフィールド自然史博物館に発展するが、同博物館は1920年にシカゴダウンタウン、近くに移転し、パレス・オブ・ファイニアーツの建物は、空き家となる。その後は、シカゴ美術館教授ロレード・タフトを中心に、彫像の美術館とする活動があり、サウスパーク地区委員会では、住民投票の結果、500万ドルの再建発行が、 修復工事を目的として認可された。しかし数年後には、パレス・オブ・ファイニアーツの建物には、新たな科学博物館が入ることとなった。当時、シカゴ商業会は、シカゴでの科学博物館設立に興味を持っており、シアーズ・ローバック社社長で、特殊家のジュリアス・ローゼンウォルドは、他の会員に改装費用300万ドルの寄付を、公約した。 ローゼンウォールドは結局この計画に500万ドル以上を寄付することとなる。改装工事により建物の外装は古典様式を保ちつ,つつ石灰岩で仕上げられ、また内装はアルフレッドショーデザインのストリームライン、モダン様式に模様替えされた。ローゼンウォールドは1926年に美術館の機構を設置。自分の名が美術館の建物に出ないよう主張していたが、 最初の数年間は、ローゼンウォルド産業博物館として知られた。1928年、科学産業博物館に改称。ローゼンウォルドの構想は、彼が1911年に家族と休暇で訪れた、ミュンヘンのドイツ博物館のような、インタラクティブな博物館を作ることであった。初代館長は、米国中の調査の結果、 ローゼンウォルドの構想を共有するウォルデマー、カエンプフェルトが理事会によって選任された。ニューヨークタイムズ紙の科学部門編集長であったカエンプフェルトはキュレーターを組織し展示物の編成及び構築を開始した。デザインと準備のためにカエンプフェルトと職員たちはミュンヘンのドイツ博物館、ロンドンのサイエンスミュージアム、ウィーンの技術博物館を訪問し、 この三館が、シカゴ科学産業博物館のモデルとなった。またカエンプフェルトは、シカゴ大学理学部と緊密な関係を築き、多くの展示奨励金を得ることにも貢献した。しかし展示の目的や、中立性、職員のマネジメントについて二代目の理事長と対立するようになったカエンプフェルトは、1931年、初めに館長を辞職する。 新しいシカゴ科学産業博物館は1933年から1940年にかけて3段階に分けて公開された。最初の開館式典は1933年のシカゴ万国博覧会で行われた。二人の理事長、多くのキュレーターや職員、そして展示物が万博から科学産業博物館に移った。長年、来訪者は 旧メインエントランスを通って入館していたが、多くの入場者を裁くには小さかったため、博物館の建物から離れて、新しいメインエントランスが作られた。パリのルーブルピラミッドのように、メインエントランスを通って、一旦地下に降りた後、エスカレーターを上がって、博物館に入る形となる。潜水艦 U-505 ボーイング727、旅客機の展示。下は、 グレートトレインストーリー蒸気機関車999エンパイアーエクスプレスパイオニアゼファー風光の振り子ジャクソンパーク内鳳凰園ありがとうございます